はい、こんにちは、こんばんは、はるきです。今回は激アツな SBC が登場したので紹介していきたいなと思います。新イベントファンタジーフットが始まった最初の日ですねに同時に来ました。チーム編成チャレンジを見ていくと、メンフィスデパイ来てます。メンフィスデパイ、まあリークのね、あの動画を見てくださった方は SBC は誰が来るか分かってたかとは思うんですけど、まあ能力も非常によく、かつロマン的な、選手が、来たのかなというふうには思います。まあスキル5、逆足3ということで、非常にドリブルは、しやすいような選手になってます。で、一応まあ SBC の価格としては、84か、チーム総合レート84で85、そして87という風な感じで33万ぐらいで作ることできます。 SBC の価格的には33万で、まあ作れるので、まあ少しね高かったり、する可能性もねあるかもしれないんですけど、まあアップグレをせれるようなカードにはなるので、まあそういう風なことも込みで、作るべきかどうかっていうのを話していきたいなという風に思います。でね、やっぱり能力を、見てみると、非常にやっぱりいいです。ペースも、速いっていうか、まあ、ある程度あってシュートも、うまい、まあ、シュート力もね伴ってるっていう風なところが、非常にいいと思いますし、パスも出せるうまいですよね。 SC の選手としては、全然うまいような選手になっていて、ドリブルだったりとか敏捷性バランスだったりドリブルの数値っていうのは、まあ、そこまでそれこそ95、96とかっていう風な感じではないんですけど、全然持ちやすいような、選手にはなってます。で、体幹、フィジカルの部分でも89、あって、やっぱりね非常にこうフィジカルでも負けないような力を持ってます。身長自体はねそこまで高くはないので、まあでかい選手のこうフィジカルの耐えみたいな感じではないので、なんか例えば後ろからバンと覆いかぶさられてしまうと、まあ負けてしまう部分はあるんですけど、この身長の選手の割には普通にこうフィジカル負けをしない、耐える力はあるっていう風な、まあ、感じの、選手にはなってます。でね、やっぱりね個人的にまあ少しこう気になる点でいくと、冷静さですね。冷静さが84っていうのはやっぱり少し、気にはなってしまいます。ドリブルの敏捷性バランスはそこまで気にはならないので、特に気にはなるのは冷静さ、かなというふうには思います。まあですけど他はねマジでほぼ完璧に近いかなって、いうふうに思います。まあ本当にそれこそね、あの先ほども言った通り逆足さん、ここもまあ気にはなりますし、冷静さの部分っていうふうな、もうただこの2つだけ。他は正直まあジャンプの数値とか低かったりとかしますけど、ジャンプしないですし、あの空中戦デパイを空中戦で使う人はいないですし、地上戦で行くと普通にいろんなことができるような前線の選手、 ST の選手っていう風な感じになります。でね、ポジションで行くと、まあ、LW、ST、LW っていう風な感じで、まあ、個人的にはやっぱり RW とか、うん、右サイドはどうしても枯渇、 LW とか左サイドよりかは枯渇してるので、まあ、右もできたらより良かったのかなっていう風には、思いますね。まあですけど、ケミもね、比較的まだ組みやすい。ラリーガーのスカットを組んでる人だったら入ると、思いますし、まあアトレティコの選手、それこそ同じファンタジーフットのチーム1で、ジョレンテが来てるので、まあジョレンテを後に使おうっていう風に思ってる人は、デパイ、先に作っておいて使うっていうのもいいのかなという風には思います。結構本当に能力自体は完璧ですし、やっぱりね、ここからアップグレをされるっていう風な可能性も考えると、アップグレの可能性としては個人的にはプラス2はほぼ確、出場だったりとか、あとは試合6試合に勝つっていう風なところ、この2項目は全然デパイならできると思いますし、まああとは難しい2つですね、残りの2つ、6試合で、負けないっていう風なこと、アトレティコが6試合で負けないっていう風なこと、そしてデパイがその6試合のうち活躍ができるかどうか、2ゴールまたは2アシスト、できるのかどうかっていうのは、非常にそこが鬼門かなという風に思います。正直プラス4を、されると圧倒的に作っといた方が良かった SBC にはなるという風には思うんですけど、まあ今のところ30万っていうことも考えると、
逆足さんですし、この冷静さで、まあ、デパイがアップグレードされる頃にはデパイより強いような選手っていうのは出てきてると、思うので、まあ個人的にはプラス2だったらちょっと他でいいかなっていう風にも思ったりは、します。ですけど全然なしではないです、プラス2だったとしても。なんでまあそれこそ ST の選手として逆足さんが気になるっていう風なところでいくと、サイドにね、後で使えばいいので、そういう風な ST しかできないっていう風な選手でもないですし、まああとはスパサブとして使わなくなったらスパサブとして使うっていう風な、感じにもなるので、まあ個人的には30万と、少し高い SBC にはなるんですけど、素材が余っている人だったら作ってもいいのかなという風には思います。それこそ、先日のベグホルストみたいな感じで無理してでも、作った方がいいっていう風な選手ではないかなっていう風に、思います。スキル5とか非常にいいですし、前線の選手じゃ揃ってはいるんですけど、やっぱり逆足4、そして先ほど言った冷静さっていう風な部分はどうしてもこの FIFA では影響をしてくるので気にはなってくるんじゃないかなと、個人的には思います。まあ非常に、まあ、ESBC でも、あるんですけど、まあ作るかどうか、迷ってるっていう方は少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回はこれで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。